はい、どうもバンブーです。普段はシミュレーションゲームの配信をしております。この動画はその配信を見やすく編集したものになっております。ということで本編どうぞ。何やかんや450万まで貯まってきたな。プラスもでかくなってきた。うわー、タグボート1個増やして。けど460万あったらちょっと貨車買えるんじゃね。ちょっとだけ貨車買えそうじゃない。これ一番安いのでいいんだ。これだっけ。あ、いや、ロシア鉄道 YE だな。これが一番安いだろ。で、貨物でゴンドラか。ゴンドラ1個130万ってさ、ボラれてね。俺ボラれてる気がすんだよな。あー、2個乗らないの、やばい。2個は行きたいな。2個は行きたい。むしろ2個だけでいいからお願い。行った、よし。和歌山鉄鉱石電車。そしたらルートで和歌山鉄鉱石はもういらなくて、こいつの車両整備で全部売る。で、マネジメントラインでお前を消す。さあ、これでプラス出るだろう。36個。でもさ、パカパカ36個運んでたら結構プラスになるかな。この鉄道って維持費食うから、これ2つをさ、こうやって和歌山停止から鉄鉱石持って工場行く、でスイッチバックで石炭取って帰るっていうルートをこうやって行かせ続けた方がいいのでは。そしたらさ、36個でちょうどいいんじゃない。だってこれ3溜まるわ。ずーっと往復し続けられるわこいつ。多分生産間に合わないだろうなって思ってたけど大丈夫だった。これ36個じゃ多分元取れなさそうな雰囲気出てるね。ちょっといくら稼ぐか見てくるか。あいつが置いた時にいくらになるか見てこよう。これなんかでも10万にも満たない気がするな、36個程度持ってったところで。どうなんだろう、6万とかなのかな。近いよなこれな、あまりにも近すぎない。ほら16万だって。これプラスにならなくね。ダメっぽい。これダメっぽい。お、こいつのせいで赤字だぞ。おっと大丈夫か。もうちょっと貨車って必要なんだなこれな。99個100個とかだもんね。これは借りた方がいいのでは、お金ちょっと。あ、いや、150万になったってことはこの車両を編集できる。あ、お金減ってるし追加54個で130万よしか。貨車3つだったらいける気がする。これ多分そうだな、これ3つだったら多分プラス出るってことは、こっちも2つしか買えない状態で買うのは意味がないってことだから、ちょっと待たなきゃダメだろう。そう、均衡点っていうのかな、こう下がるところまでは増やせるよな。収益が下がるところまで増やせるんだけど、これで54個持ってったら、さっき16万でしょ、ってことは24万ぐらいになるじゃん。24万稼げるんだったらプラスにはなる気がする。もう1個だな、これ貨車1個につき8万ぐらいだから、返した借金借りるか。ここで赤になるぐらいだったら借りて時間止めて買った方がいいだろう。ゴンドラ追加、これで誰も文句ないね。これでプラスになるから32万ぐらい稼げるから、これでプラスになると思うけど、でも今度貨車の維持費もかかってくるから本当にプラスになるかどうかは分からんけど、これで多分大丈夫だと思うんだよな。過払い金の、いや多分過払い金の相談行ったら1000万ドルぐらい返ってくると思うんだよね。俺余計に利息払ってるんだよ。まだ間に合うかな。アディーレに相談しに行こう。あ、プラスになった、よし。あとはお金貯まったら石炭の路線に車両新しく購入するのがいいんだろうな。これでプラスになれば、あ、ほら、もう1両増やしても多分良いもんね。ほら110個はもう溜まってるし、うん、多分 5両がちょうどいいラインだと思うけどな。わかんないけどね、わかんない、それはわかんない。こればっかりはやってみないとわかんないけど、5両は間違いなくいける。これで1回で運べる量が90個か。あれだね、この近距離さ90個ぐらいだったらずっと往復できるんだね。いや、本州維持費の民化計画順調だなこれ。しっかりお前ら四国さんのために働くんだぞな。しっかり四国様のために働くんだぞ、わかったな。よし、僕頑張るトーマスって言ってたわ。頼りになるね。そしたら今度こっちの路線だな。金貯まるの待つか。他は車両の具合を見つつだな。ここも増やしていいんだよな。ここ絶対増やした方がいいんだよな。373個貯まっちゃってるじゃん。
あーめっちゃ赤字出してんな。これどうだこれさ、あの船の嫌なところはこれどうやって動いてるかなって見に来た時に、これを全部見ようと思うとものすごい時間かかるところだよなそう、いや港に溜まってねえから、これはあの全部運んじゃったのか、はたまた作られてないのかなんだよね。てかこう設置されてないのかなんだけど、ここ繋がってるから設置されると思うんだよな。はぁ、サンキュータグボートがプラスチック運べないんだ。そうだ、お前、お前交換する時期が来たかもしれないあ、ちょっと待って、え、貨物これじゃね、これ全て運べるな。これにしよっかな。うん、32キロで速いしね。これをさ、いくつか買った方がいいのではこれタグボートちゃんごめん、君お呼びでないよまさかの衝撃だよなびっくりしちゃったもん俺も、マジかと思ってこんなに絶望したことなかったわ。俺の大事なボドランズタグボートバカにしやがって、このゲーム。ボドランズタンカータグボートは何でも運べるか、あれお金が今一瞬だったな、エイム力が足りなかった。俺のボドランズタンカータグボートは全部運べるはずだったんだけどな。金とかって言ってる配信者やべえだろ、頭おかしいだろ。頼む、140万いけ、お前ならいける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 、もうちょっともうちょっともうちょっとだから、もうちょっとだから、いけいけ、帰ろう、買いたい、買い、100よしと、よし、ギリギリセーフだったな。これなんだっけ、松山オイルか。そう、赤ではないけど、そう、黒幅すっごい狭いよな。厳しめ、かなり厳しめ、これ大丈夫、前向きに行こう、前向きに前向きに行こう。ちょっと暗くなりすぎてた今俺らは。この配信始めてから1時間16分間みんな暗くなりすぎてた、明るく行こう前向き、絶対大丈夫だから、絶対大丈夫、よくなるから。うわ、よくならねえわ、こんな混んでたらダメだ、暗くなっちゃったもう明るく行こう、明るく行こうって言った瞬間暗くなっちゃったよ。どうして、なんでこんなダメなの。あ、え、この船もうすぐ消える、マジかマジか。ってことはさ、今のうちに買いだめとかなきゃいけないってことでしょ今のうちに買いだ、あ、でも大丈夫、時間止めてるから大丈夫、やったね。あとは多分本当に無難にただただ近場のこう一次素材から二次素材へのやつをたくさん作るっていうのはまず一番の手な気がするんだよな。今結局トラックで運んでる材料が少ないから、こう常に収益を生んでる路線っていうのが少ねえんだよな。だからこの上がり下がりがすごいの。で、前回うまくいってたのはめっちゃトラックに頼ってたからこまめに収益が出てたんだよな、それが原因。あー、ウェイするか、ウェイな、こっからダーンってこの道でいい気がしない道路立ててあげようぜ、こっからさ、ピューってさ、直接こっちでさ、これもう下手しいウェイしなくてもこっち通ってくれんじゃねえの。ほら、あ、帰りだけ使うの、したら行きもウェイするぞ。お前がそのつもりなら俺はウェイをする。スモと北から駅追加のウェイして、よし、これでいいね。あ、だいぶ黒字になってきたね。にしてもなんだろう、何かがうまく回り始めたのか、たまたま大きい収入が入ったのか。あ、たまたま大きい収入な気がするな。ここのオイルが届いたんだろう、ここのオイルが。ほら、で、え、プラスチックを7個だけ持って出航と。お、プラスチック7個でいいんか。まあ、いっか、しょうがねっか。これ、交換にした方が良いな。これ、交換にした方が良いな。金なら多少あるんや。ない時でも、金ある風に振る舞う。金がない時ほど、ある風に振る舞う。すんごい傾斜できた。これ傾斜が急って言わないんだね。お、いいじゃねえか、いいじゃねえか。ちなみに借金ってね、そんなにね、利息取られてないからね、ほら。1万8000しか取られてないから、あんまり気にしなくていい。3000万あってもなんか30万ぐらいしか取られてなかったから、正直借金の利息は無視していいレベル。あ、これはいいな。和歌山鉄鉱石電車いいな。これ借金しても、石炭電車も作るべきだな。これ、俺借金してもいいまであると思うけどな。
5台つなげるってことは500万、5315で650万の貨車に360万だから、やっぱ1000万ぐらいかかるんだな。1000万かかるわ。この編成作るのに1000万かかってるわ俺。まあそうだよな、鉄道って俺買ったことねえからわかんねえけど高えよなきっと。これぐらいで1000万するだろうな、日本円にして1億。まあするだろうな。あー俺鉄道買ったことねえからわかんねえけど、700じゃ買えない。まあプラスで始めたのは、あ、いや結局4つ目ぐらいからじゃない、ゴンドラ。ゴンドラ4つ目からだから、例えば今シミュレーションしよっか、シミュレーションしよっと、鉄道で貨車貨物ゴンドラ4つつけたら、あ、4つでほら880万だって。あ、スイッチバックじゃ意味ないんだよな。だったら別にさ、こっちはやらせといて、こっちは車で運べばいいじゃん。7万5千だけど、スイッチバックの方が高くなるかな。生産量的にどうなのだよね。あースイッチングバックありか。こいつ単体の収益は落ちそう。和歌山鉄鉱石電車単体の収益は落ちるけど、あ、でもそれはダメなんじゃない？これが落ちちゃって、これがなくなるから、俺のトータルの収入は減るんじゃない？単純にこの70万が半分の35万になって、これちょっと近いから30万ぐらいで、65万の電車になって、ここの7万がなくなるってことは、収益減るだろう。そうだな、借金しちゃうか。880万。これか。これぐらいあればいける。蒸気。Y。一番安いので、ゴンドラを、234。うい、妖怪1000ドル足りないが出てきた。妖怪1000ドル1000ドルのために50万ドル借りたわ今。あ、いや、いいだったらもう一個つければいいから。あ、もういいよ。もうじゃあもっと借りるよ、もっと借りる。もううるさいな。よし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 、もうこれで1000万ドルやっちゃおう、やっちゃおう、やっちゃえ日産しよう、これやっちゃえ日産。よし、やっちゃえ日産。ポーいいね、いいね、やっぱ電車って楽しいな。ということで最後までご視聴ありがとうございました、動画が面白かったら動画の高評価チャンネル登録お願いします。あとツイッターで配信の告知などを行っております、概要欄に URL がありますのでそちらからフォローお願いします。以上、お疲れ様でした。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。